酒好きなもの新潟人の飲酒動画です。今日はですね、こちら日本酒です。木桜のカッパデミタス100。これなんて読むの？カッパ100デミタスなのか、カッパデミタス100なのか。そもそもデミタスってなんだよって話。これは100円ショップで売ってました。原材料が、米と米麹と醸造アルコールと糖類。国産米 100% 使用と書いてあります。アルコール度数が14度。100cc 入ってます。容量が 100cc。木桜株式会社ですね。京都市の会社です。今日はですね、なんか暖かいからか、やけに、花粉が飛んでるのか知らないんですけど、すっごい鼻が、花粉症かもしれません。ものすごい鼻水が出ました、今日。俺花粉症になったかもしれない。マジで。さっきからくしゃみがね。くしゃみとね、鼻水がすごいね。花粉症になったかも。わかりません。外出たんだけどね。すっごいね。なんか。今日ね、気温15度ぐらいになったんですよ。まあ今もなってるんですけど。まあいいや、乾杯。これね、この裏側に絵が描かれてるんですけど、ヌード写真が、ヌード写真集が、カッパのヌード写真集がありますね。ちゃんと乳首も書いてあります。エロいです。完璧。あー、これ。木桜のこのマイルドさ。これよ。木桜はね、このね、なんか独特のマイルドさと柔らかさがあるよね。そして風味っていうか甘みみたいなのがね。これはすごい。カッパシリーズ。すっきりと軽快な味わい。清酒酵母に活性を与え、発酵が旺盛になるように仕込み方法を工夫しました。控えめでスッキリとした香りです。酸味と甘みが調和し、スッキリと軽快な味わいが特徴です。飲み切りサイズでちょっとが嬉しい容量です。なってます。これの 200cc 版もあるみたいですね。はい。日本酒度がマイナス1と甘口寄りになってますね。あとは、飲み方がね、上巻が一番うまいって書いてありますね。ほほう、これうまいなぁ。なんだろう、この、ほわーんってする、その、なんやろな。ほわほわーんってする感じ。実にこの口当たりがマイルドですね。ものすごいマイルド、オブザマイルドみたいな感じ。そしてこのなんか、木桜の、独特のこの木桜風味。木桜は独特の香りがあるんだよね。ちょっと厚感にしてみますか、じゃあ。ちょっと厚感で飲んでみましょう。このね、木桜はね、独特のね、香りがあって好きなんですけど、ただね、木桜ね、売ってるとこが少ない。木桜のね、いわゆる日本酒
いわゆる木桜っていう、あの、漢字で木桜って書かれてる、あの、日本酒はね、めったに見ないですね。うん。今度、あの、あったら買いたいんですけど。で、あと、紙パックの、まあ、以前飲んだ、あの、辛口一根ってやつとは別の、あの、一般的な普通酒の、飲むって書いて、ドンって読むっていう、読むね。木桜ドンってやつなんですけど、これもあんまり見かけない気がする。多分あんま売れてないのかな。うん。まあ、こういう紙パックのやつって、あれですよね。あの、料理酒によく使われると思うんですけど、値段が安いんでね。まあ、俺、料理酒っていう料理酒は嫌いなんで、普通に飲んでもまずいんですよね。まあ、当たり前なんだけど、料理酒ってさ、まずいじゃないですか。だから、料理にも基本使わないんですよ。だから、基本的に、いわゆる、のものもとか、ああいう類の、なんだ、紙パックで、2リッターとかのやつ。まあ、2リッターを買わずに、その 500cc ぐらい買って、で、500cc で、値段、300円とかのやつ。を買うんですけど。まあ、それもあえて飲んでみるっていうのもね、いいかもしれないですよね。うん。あえてこう、まあ、酒飲みの、底辺酒飲み YouTuber、ユッキーさん。ね。底辺酒飲み YouTuber だから。やはり底辺の酒をね、飲まないと。あっち!温めすぎた。あちゃ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 、これ熱い。あちちち。でもやっぱカッパは、カッパじゃねえや。うん。木桜はね、まあ、サイトを見るとわかるんですけど、カッパの左にカッパのね、絵がいるんですよ。うん。カッパの絵が描かれてるんですけど、まあなんかカッパをなんかイメージキャラクター的な感じにしてるっぽいですね。うん。京都の会社なんだね、これね。なるほど。このマイルドさと、辛口っていうか、全然辛さはないんですよ。カレーっていうのじゃないんですよね、これね。全く辛口のピリピリ感とかは一切せずに、口に含んだ瞬間、水のようなまろやかさと、ほんのりとした、甘口の風味ですかね。香り。うん。これはものすごいんですよね。木桜、この独特のこの味は木桜しか、出せないですよね。この香り。うん。この香りは本当に木桜しかない特有の、日本酒の香り。うん。うん、ものすごい口当たりがものすごいまろやかなのね、これ。恐ろしいぐらい、あちゃちゃ恐ろしいぐらいまろやかなのよ。それがすごいんですよね。このまろやかっぷりがすごい。うわ、これ熱いじゃん。思った以上に熱くなるんだよな、これ。まあ、ちなみに地ビールも売ってるみたいですね。はい。まあ、見たことないですけどね。あ、見た売ってた今日行ったところに売ってた東急ハンズっていうね、店行ったんですけど、そこに売ってた。これか京都麦酒ってやつ。これまさか木桜のだったの？木桜が会社だったのか。たっけーと思って買わなかったけど、値段270円とかして、20% オフで270円だったからね。おいおいって。20% オフで270円ってことは、
330円ぐらいするんですよ、1本。高え！高えなんてレベルをぶっ飛んでやがる。ぶっ越えてやがるぞ。京都麦酒。これ、木桜の会社だったのか？京都麦酒は1995年、京都で初めて地ビールとして誕生しました。へぇー、清酒メーカーが作る地ビールとしては、清酒製造技術を活かして販売、活かして醸造しております。はぁ、確かに日本酒の会社が、ね、ビール作るって結構珍しいですよね。すごいな。うわぁ。まあ、地ビールって全部高いけどさ。これはちょっと高いぜ、さすがに。うん、まあ、多分あんま買わなくてもいいと思うんだよな。こういうのって。特にこういう地ビールってさ、いわゆる有名どころの地ビールだったら買うのもわかるんですよ。まあ、いわゆる、ね、コンビニでも売ってる、ヨナヨナエールとか、あそこら辺の会社ならわかるんですけど、もう完璧に無名で、ね、まあ、無名っていうかさ、売られてるのさ、珍しいじゃないですか。それを買うっていうのが、まあ、ちょっと難しいですよね。しかも値段クソ高いしな。一缶330円とかするのは、ちょっと厳しいものあるよね。うん、結構いろいろシリーズありますね。ケルシュ、アルト、蔵の香り、山田錦。これなんで山田錦？え？あ、酒て、酒造的、公的米。山田錦を使用したオリジナルビールだった。ああ、こういうのうまそうだね。米のビールって、なかなか面白そうやね。これは面白そう。あと、ペールエール、ブラウンエール、ゴールドエール、ブロンドエール、ありますけどね。いや、でもこれだったら、ちょっと買ってみたいな。この山田錦な。へえ。なるほど、なるほど。山田錦は最高クラスのお酒の仕込みに使われる酒造公的米山田錦と名水の、福水、名水福水を使用することで、きめ細かな泡と柔らかな風味が特徴の淡い山吹色をしたオリジナルビールです。値段なんと 330cc で、ね、なんとびっくりおったまげの380円。おい、 1ml あたり1円よか高いじゃねえか。なんてこった。 1ml あたり1円よか高いぞ。バカな。こいつさっき高いとか言ってた。あれ 350cc で330円だったから、まだ 1ml あたり1円よか安かったけど、お前さらにぶっ飛んだよ、お前。330cc で380円って、もはや価格の方がミリリットル単位よかでけえじゃねえかよ。恐ろしい化け物だ。じゃあ乾杯。熱燗。うん。ああ。ちょっと辛口になった。うん。うん。ちょっとなんで、辛口になったっていうのかな。温まってるからか、すぐ揮発するんで、揮発するときに、蒸発したその、アルコールが鼻とかに、こう、ツンとくるというか。うん。それで全く味が、変わりましたね。味がなんか酸味が強くなった。うん。普通のやつに比べて酸味が強くなりましたね。熱燗にしたら。うん。
ああ。でもやっぱ俺はストレート、ジョーンストレートが好きだな。まあ俺何でもそうなんですけど、大体ジョーンストレートが一番好きなんですよね。ジョーン、ビールはジョーンじゃないけど。まあビールはさすがに冷やした方がうめえけどさ。大概そうなんだよ。全然風味変わったね。一変して、なんだ、まろやかさが一変して、全然、まろやかじゃなくなって、なんだろう、飲みづらくなった。で、酸味が増えて、ちょっと酸っぱくなった。なりましたね。まあ、飲みづらくなったって、もう完全にあれだけど、言ってる、あれでもう飲みづらくなったって完全にダメな方なんですけど。やっぱあれだな、熱燗にするとあれだな、まずいな。まずい。普通にまずい。まあ、関係ないんですけど、今日ね、まあ、スーパーの先ほど東急ハンズっていうところに行ってきたんですけど、そこでね、まあ、いろいろ買ったんだけど、やっぱりさ、あれだよね。日本酒ってさ、八海山とかでもさ、普通にさ、普通酒の八海山。普通酒の八海山で、値段が1.8リッターで、2000円ぐらいで買えるもんね。2100円ぐらいだったもん。値段。ああ、やっぱこんぐらいだよなって。やっぱり、新潟でも八海山がさ、一升瓶2100円で買えるってほとんど定価だぜ。八海山って確か定価、1800円ぐらいだったっけな。八海山、定価っていくらだっけ？あ、1950円ですね。ほとんど定価ですね。これに、8%税込み加われば、ほぼ定価。100円ぐらいプラス上乗せされてるかくらいですね。ああ。東京にいてもこの八海山がお前、千、二千、二千百円ぐらいで買えるんだからお前。すごいよな。普通に売ってんだもんお前。八海山が。でも今度この木桜、金印木桜ってやつ。木桜って書いてあるやつね。これちょっと飲んでみたいですね。アマゾンで売ってないっすかね、アマゾンで。値段1857円。1.8リッター。売ってますね。これ今度これ買おうかしら。木桜。でも木桜だもんな。ちょっと俺、あれなんだよ。これは日本酒とプラス1なんですよ。ちょっとあれなんですよね。辛口少ないんですよね。やっぱ少量で買いたいな、こういうのは。少量で買いたいですね。やっぱり辛口プラス5ぐらいないと俺物足りない人間なんで。あれなんですよ。物足りない。酸味が結構強い。コクはない。甘みはほんのりある。これすっきりしてるよね。香り。まあ普通。まあでも、ストレートで飲めばそこそこ美味しい。美味しいですね。1334です。おしゃれになりました。